朝スイム終わりました。朝スイム終わって6時45分からの朝スイム、今日は3キロぐらいか、2キロから3キロ泳ぎました。今日はいろいろと新宿行ったりいろいろです。南池袋パーク、知らないうちにこんなとこがあった。まあ本当の友人でありお客様の荷物商品を持ってお客様のモーテルに届けに来てるんですけど、小田急ホテルセンチュリーササンタワー、一体どうなんだ。新宿にいつもいるんですけどね、ホテルなんて泊まんないし、それかな。25階、よくわからないです。センチュリーサザンタワー見つけました。サザンタワーはもう20階でした。ホテルなかなか荷物届け終わりました。本日のメガネがこちらですね。レッサンヒューマンプリティ、レッサンヒューマンプリティといって、まあレッサンヒューマンの基本的には女性モデルです。ここです、ここです、ここ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 です。あった。まあ以前も来ました。代々木村田マンション。このビルはほぼレンタルショップです。販売はしてないです。今日のお目当てはこちらですね。ナップフォードポスターマーケット、かっこいいな。これは多分お店に合いそう。クリストファーウール、それかニューヨークバレエ団、かっこいい。お店自体がかっこいいですね。これがバスストップ、ティモシー・グッドマンとニューヨーカー。これかっこいいな、すごいかっこいい。アイアンですごいですね。ですね、うわyeah.